皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。本日は2020年9月22日に行われた、第41回、将棋日本シリーズ、JT プロ公式戦、2回戦第4局、渡辺明 JT 杯覇者と、高見太一七段の1局をお送りするぜ。最初に対局者の紹介よ。まずは渡辺 JT 杯覇者から。1984年、東京都葛飾区出身の36歳、第78期名人、今期竜王戦1組、タイトル戦挑戦35回で獲得26期、永世竜王、永世棋王の資格を保有し、先日、ついに悲願だった名人位を獲得。まさに充実の絶頂にある、トップランナーよ。長い間名人には縁がなかったからな。感慨もひとしおだろう。やっぱり将棋指しの目指すところだものね。心よりお祝い申し上げるぜ。そんな渡辺 JT 杯覇者、非常に多趣味なことで知られており、囲碁に競馬、野球観戦にサッカー観戦、最近ではカーリングも自分でやっちゃうくらい多趣味よ。大のぬいぐるみ好きでも有名だな。軽妙な語り口とともに、非常に人気の先生よ。そして一方の高見七段、1993年、神奈川県横浜市出身の27歳、今期竜王戦3組、順位戦 C 級1組、タイトル戦登場2回で叡王を1期獲得。矢倉をこよなく愛する、好感度の塊のような先生よ。好感度、まさに高見先生を表す言葉だな。NHK の将棋番組 MC を務め、丁寧な言葉とわかりやすい解説、多方面に気を使える、まさにみんなのお兄ちゃん。対局があるたびに、応援したくなっちゃうよな。また、八代七段、三枚堂七段とは非常に仲が良く、何かにつけ一緒にいる印象ね。そういう意味だと、渡辺先生も仲間の輪が広いよな。それぞれ切磋琢磨しているのよね。そんなお二方の対局、どんな戦型になるか、むしろ矢倉になるのか、そういったところも注目だぜ。さ、それでは皆さん、ゆっくりしていってね。将棋盤カモン。今回は霊夢が先手、高見七段、マリサが後手、渡辺 JT 杯覇者だぜ。それでは、よろしくお願いします。7六歩、ひしひしと伝わる矢倉への思い。8四歩。これは、いいんですか？6八銀。いいだろう、矢倉、付き合うぜ。3四歩。わーい、やった、ありがとう。7七銀。というわけで戦型は矢倉、駒組みしていこう。6二銀。ただし、得意だからと勝てると思わないことだ。2六歩。もちろん、容易に行くとは思っていないよ。4二銀。いい覚悟だ。それでは駒組みを進めよう。2五歩。3三銀。4八銀。3二銀。7八金。5二金。6九玉。4一玉。なお、両者対局はこれが3回目。5八金。1勝1敗のイーブンね。7四歩。2局とも横歩取りだったんだな。3六歩。初の矢倉戦、展開が楽しみね。4四歩。角の筋を止めて持久戦志向だな。5六歩。お、いいですねー。じっくり行こうよ。4三金右。7九角。5四歩。6六歩。3一角。6七金左。むむ、どいやぐらか。4二角。前がかりにならず、入場を目指す。7八玉。私はこれで囲いは完成。3一玉。角道を止めず能動的な形だね。3七桂。着々と仕掛けの準備を進めよう。7三銀。1六歩。9四歩。9六歩。2二玉。4六歩。先手は4筋から仕掛けてきそうだな。
6四銀、土井櫓の薄さを狙いたい。4七銀。7三桂。さて、ここで一旦ストップだ。戦型の確認をしてみようか。初手7六歩から始まった将棋、先手の希望通り櫓戦だ。渡辺 JT 杯は正面から受けてくれたわね。名人の余裕かもな。受けて倒す、横綱相撲を目指しているのかしら。それゆえか、陣形は王道の金櫓。対する先手は土井櫓ね。玉の位置が一歩中央に寄っていることから、一手得したようになっているね。金銀3枚を広めに布陣、手広く、バランスを取ることが目的よ。ただし、駒の連結が薄く、一度崩されると脆いのが弱点だ。後手としては気を見て一気に畳みかけたい。なので先手としては攻められる前に攻め倒す。がテーマ、先ほど述べたように、手得した形になっているから、先手ということも考えると 1.5 手得ってとこかな。おかげで、後手は櫓の先端、一筋の端歩をまだつけておらず、王様の部屋は少し狭いよね。なので、今この間に、4五歩、とつけば、角筋が通り、先手玉頭に襲いかかる三段が立つわね。桂馬との連携でこじ開けていこう。後手としては、無理に応じず引きつけながら、手番が来た時に備えてカウンターを狙おうか。何はともあれ、回戦の合図よ。4五歩。7二飛車、歩突きを受けず、桂跳ねからの仕掛けを狙う。4四歩、突き越して後手陣を崩そう。同金。7筋の進行を警戒。8六銀、玉頭がガラン堂になったのを咎めよう。7五歩。手抜いて攻撃に向ける。4五歩、むむ、これは手厳しい。4三金引く。7五歩。同銀。飛車先に車止めを設置するよ。4六角。桂が跳ねたら歩を打ち込もう。8五桂。7三歩。8二飛車。7筋から飛車が逸れたこの瞬間。3五歩、攻め合いに持ち込むよ。同歩。同角、攻め合い上等、戦場は先手玉にこそ近いんだぜ。8六銀、一気に食いちぎってやる。同歩。同角。2四歩。同歩。次歩で後手陣を間延びさせる。2五歩、先手の攻撃の要、桂馬と飛車を狙う。6四角。大駒は近づけて受けろ。5五歩。同角。4六銀。角を取られても、飛車桂が取れればいいだろ。3六歩。ここまで来たら構っていられない。2四歩。先手玉の退路に重しをかける。3七歩なる。なんのこちらも後手玉に迫っていこう。2三銀。飛車銀歩で迫り、角で出口を塞ぐ。3一玉、玉を引いて狙いを外そう。中央の角を排除、5五銀。お互い大駒を持ち合うことになって。2八と金。あとはどちらの攻めが届くかだな。7五角。王手をかけながら自陣も守る。4二金引く。7一角なる。飛車を取らせる間に要の駒を狙う。8三桂。そして跳ねた先が玉頭にズドン。3二銀ならず。同玉。7一の馬を引っ張り出す。5三角なる。同金。同馬。3一金からの詰めろ。2四銀。シンプルに退路を確保だ。4四銀。2三玉。上部手は逃がさないよ。4三銀ならず。3四金からの詰めろ。2二歩、ならば隅っこにこもって Z の形を狙う。3四金、で、絶対詰まない Z の形。1二玉。お、おのれ。2三歩。それではこちらも包囲網を作ろう。3九飛車、なかなかに脱出は難しいぞ。2二歩なる。ここで飛車が生き残ったのが大きい。同飛車。5九歩、そこ歩で耐える、7筋に強者を打ち込む狙い。
1九と金、ぬ、ぐぬぬ。3一馬。7四香。まだまだ粘って逆転を狙う。7六金打つ。詰めろの筋を消す。3三銀。ぐぬぬぬぬ。2二馬。強銀。3二飛車。1四角。2三金。これで桂馬を渡さなければ済まなくなる。強角。3九飛車なる。4五角。6八玉。7六香。なんとか退路を確保しないと。5七金上がる。7八銀。腹銀は寄せの手筋。2五飛車。さあ、もう受けはないはずだ。7九銀打つ。ぐ、ぐぬぬ。右方向に逃げたとしても、6九角から飛車を取られてても足も出ないわね。あとは数で押されて万事休す。むぅ？負けましたー。ありがとうございました。ふえーん。せっかくの矢倉、しかもいい展開だったのに、気持ちが流行ってしまったかな。そこについてはあれだ、感想戦で両先生が言っていた。なんでここで先手は角をならなかったんでしょうね。30秒将棋だからでしょう。という会話が全てを物語っているな。30秒将棋の終盤では、一瞬の違いが勝負を分けることもあるってことだ。ちなみにその場面はどこ？おうよ、ここだな。78手目83桂。あら、意外。5三角上がるなるとすれば。後手同金、先手同馬となり。立派な強撃で後手ピンチだな。ああ、これは惜しいわね。まあな、こういうこともあるってもんだ。早指し棋戦怖いわ。それを踏まえた上で、渡辺 JT 杯の判断力の速さが光ったということだ。なるほど。さて、この結果を受け、渡辺 JT 杯覇者は準決勝進出。次戦は豊島竜王との対戦だ。ここ数年の頂上決戦の図式ね。大変豪華なカード。どちらが勝ってもおかしくないぜ。10月17日が楽しみね。さ、それではそろそろお開きにしよう。ご視聴、ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いするぜ。それではまた次回も、ゆっくりしていってね。